どうもレオチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、6月の9日、神奈川県の海老名市にある、トヨタさんのね、ウィンズパーク、ここに初めて来ました。ここはですね、 RV パークがあったり、バーベキューコーナー、そしてドッグランもあります。で、ね、何より一番気になるのはここですね。焼肉堀西、日本でね、初スパイスのあの堀西ってね、有名なんですけど、そこのメーカーさんが手掛けている焼肉屋さん、いろいろね、当然スパイス使えるようなので楽しみです。ランチ11時半、水曜日はお休みなんですね、基本的にね。それではちょっと中の様子を見ていきたいと思います。あそこにね、貸し出しのバーベキューがコンロがありますね。ドッグラン、リオ君、ドッグランだよ。どこから行きますか。ドッグランカフェもあります。今ここにいますんで、ずーっと行って堀西の向こうがカフェですね。ご利用時間10時から19時無料。まだちょっとね、今朝早いんで入れませんけどね。こっちが小型犬エリア、そんな大きくないですね。で、中型犬、大型犬エリア、そんでウンチボックスもちゃんとあります。あれよ、こっち行くよ。で、こっちが有料エリア。ここでね、バーベキューとかできるみたいですね。で、皆さん車中泊している方結構いますね。 RV パークになってますね、ここ。ちょっと1泊いくらなのか、後でちょっとね、概要欄の方に貼っておきたいと思います。あ、炊事場もありますね。ここはね、有料だからあんまり入ると怒られちゃうかな。車でこうずっと行って各サイト入れるようですね。で、一般のお客さんも来てもいいように立体駐車場もあってね、いいですね。すごく綺麗です。できたばっかですからね。で、一応このような形になってますね。あ、お風呂とサウナもありますよ。すごい。RV パークが1、2、3、4、5台分ですね。ここはですね、キャンプギアが置いてあるお店、いろいろ品数豊富でした。薪なんかも売ってますのでね。さっきの RV パークのところ、まあフリーキャンプ場にもなってるんですけど、そこでね、楽しむ際、あれ忘れちゃったよとか言った時、ここで買えます。そしてこの堀西もいっぱい並んでます。チェックアウトを迎えたので、ちょっとね、RV パークの中見てみたいと思います。ここが一つの区画ですね。車を1台入れて、で、電源がここにありますね。芝生が結構広い。水もありますね。なるほど。キャンピングカーも止まってます。プリファクトリー、
ここも宿泊利用。ここは焚き火できますね。へえ。いいですね。水地場、まあ、水しか出ないみたいですけどね。サウナもありますよ、こっち。すごっ。この中に入るんだ。で、トイレがこちらになりますね。女性とみんなのトイレと男子、ちょっと見てみましょう。おお、綺麗ですね。やっぱできたばっか。すごい綺麗です。台が2つありますね。さあ、お目当ての堀西。行ってみたいと思います。はい、あ、はい、個室もありますね。ほう、よいしょ。さあ食べますか。11時半から2時半までのこのランチタイムにはですね、このお得なセットあるんですよね。メニューがこれだとですね、サラダ、キムチ、スープ、もちろんライスもついてますのでね。でカルビやハラミとカルビセット、大盛りカルビセットとかいろいろありました。それとね、焼肉にはやっぱビールっしょということで、ノンアルコールですけどね、注文しました。それとね、あと気になってしまったのが野源軟骨、それと皮付きのね、ポテトフライ、これを単品で頼んでしまいました。さあ、ノンアルコールビール先に来ちゃいましたね。さあ飲んでますか。事前に調べていた時に、この堀西のハンバーグ、堀西バーグがね、食べたいということで伺ったんですが、この日あいにく入荷しなかったということで品切れでした。さあ料理の到着です。このボリュームで1300円、安くないですか。うまそう。そして堀西のかかったこの皮付きポテト、美味しそうです。こちらもさあハラミ行ってみましょう。このジューっていうこの幸せの音、たまりません。提供された時にはお肉は、タレで揉んでる状態なので、堀西のスパイスはかかっておりませんので、お好みでね、かけていただくようになります。まあ、焼けるまでの間、まずはこの千切りキャベツ、当然ね堀西のスパイスかかっていたんですが、あとごま油で和えてありましたね。そこに
ちょっとね辛めのほりにし、かけてちょっと味変しましたが、これがまたねベストマッチ、むちゃくちゃ美味しかったです。それとこのポテト、これもねしっかりとほりにしがまぶされており、いい味でした。さあここでハラミのリターン、いい感じに焼けております。そろそろ食べ頃ですかね、いい焼き具合と思いましたが、まだまだ焦るな、ゆっくり焼こう。その前に一回ねスープを飲むんですけど、だいたいこういうランチだとわかめスープなんですが、これはねなんか白濁してたんであれって思っていたんですが、コムタンスープでしたね、いい味でした。そしてキムチの味もね確認しようということで、ライスの上でバウンドさせて食べますが、これもねライスに合ういい味付け、これも次回単品でねキムチ頼みたいなと思うぐらいでした。そろそろお肉いいんじゃないのか、食べていいんじゃないのか、いい感じに焼けましたので、ここでね堀西をちょこちょこちょこっとかけて試したいと思います。かけすぎかなちょっとね、まあ、でもねこのぐらいかけても大丈夫でしたよ。そんなこんなしておりましたら、やげん軟骨ちゃん届きました。お待たせしました、いよいよ焼けましたよ。ちょっとねこのつけだれにもつけて味がどうなのか確認したいと思います。まずしっかりタレをつけてライスの上で2バウンドパクリ、うまい、これはうまい、破壊的、悪魔的です。そしてこのやげん軟骨、いい感じに脂が落ちて香ばしい香りが漂いました。堀西さん美味しかったです。次回は堀西バーグ食べに伺いますのでよろしくお願いいたします。改めてねこの海老名のウィンズパーク、本格焼肉、それとねキャンプ RV パークも楽しめ、何よりドッグランもついてますしね、まあ、肉祭り楽しむにはいいところだと改めて思いました。次回はねりょうくんと一緒に宿泊してみたいなと思います。サウナもね実は気になりますので、そこでしっかり整いたいと思います。今回の動画はここまでになりますが、次回もまた見てくださいね。それでは。